李昌局は、大韓民国のソウル特別市出身の元プロ、野球選手、野球指導者。みなみ大学卒業の後、2003年に現代、ユニコーンズに入団したが、当時の現代は2年連続優勝を成し遂げるなど、最強の戦力を誇ったため、新人であった。彼にまで、出場の機会は回ってこなかった。1年目の後、兵役を遂行するため、 入隊して、国軍体育部隊に配属された。2年間の服務を得た後、現代から戦力外通告を受け、無責の身分になった。その後、高校からの窮地の中である、孫と木則が彼を推し、近況文監督も機動力を重要視していたため2006年に、テスト制として、トサンベアーズに拾われることになる。当時戦力が、 弱体化していると言われたトサンでチャンスをつかみ、シーズン序盤は、大創要員だったが、5月以降は一番打者として、レギュラーに定着。オールスターにも監督推薦で出場。新人王こそ、龍剣ぶりに奪われたが、通るようのタイトルに輝いた。彼の素質を見抜けず戦力外通告を決めた現代、球団のフロントは後に激しく叱責されたという。 2007年は持ち前の脚力をより発揮できる要左翼手から中堅手へコンバートされ初めてゴールデングラブ賞を受賞した2008年に北京オリンピック野球韓国代表に選出された対アメリカ合衆国戦ではサヨナラ儀悲を放つなど代表の優勝に貢献前年47盗塁を決め足の速さを買われて2009年の 第2回 WBC 韓国代表にも招集され、1次ラウンドでは全試合から得点を記録するなどチャンスメイクに成功していたが、打率が低く2次ラウンド途中から打撃校長の李博介に外野の座を明け渡すことになった。2009年は4月11日に史上14回目のサイクルヒットを放つも、試合中の骨折もあり長期離脱したことで、 トサニ移籍後初めて出場試合数が100を下回った。2010年は100試合以上に出場し、復活を遂げ、2年ぶりにゴールデングラブ賞も受賞した。2012年は成績不振だったが、2013年は2年ぶりの打率3割を記録し、オフシーズンには FA の権利を行使して、NC ダイノスに4年契約で移籍した。 NC では、外野の主力として出場し続けた。2017年オフに2度目の FA を行使し、NC と契約期間1年で再契約した。2018年限りで現役を引退し NC のに、軍コーチへ転身する。通算打率が2割9分を超す、速コ高打の選手。変化球や、左投手を苦にしているが、カットがうまく三振も少ない。また、 一番打者としては、珍しい得点圏打率が高く2007年には、385、2010年には、359を記録した。シーズン中の本塁打は少ないが、ポストシーズンには、比較的多く本塁打を放っている。瞬足を生かし、塁に出て、相手投手をかき回し乱れさせること得意としている。投類数は年々減少傾向にあるが、 量より質を重視資源に成功率も高い。三塁打も多く、脚力も、去ることながら、技術も優れている。外野手としても足を活かした、幅広い守備範囲も評価が良い。肩の強さは、標準的だが、打球判断も水準が高い。積極的なプレーのためか怪我が多いが、長期離脱は少ない。ありがとうございます。